写真拡大コカインを摂取したとして麻薬取締り法違反の罪で起訴されたテクノユニット電気グルーヴメンバーで俳優のピエール滝本名滝清則被告51が4日保釈された。滝被告の保釈について霊峰律事務所火災法合弁護士は保釈金は本人の視力などを考慮して決まるので400万円は妥当な金額。起訴翌日の保釈も薬物事件としては一般的解説する。今後の流れとしては約1ヶ月前後で初公判が開かれ長くとも2回で判決言い渡しになるとい初犯のため量刑は懲役1年6月執行猶予3年程度が一般的です。滝被告は20代の頃から使用していた旨の供述をしているが裁判で指摘はされるかもしれませんが量刑には影響しないでしょう。生活の中で最も被告の監督ができる家族や勤務先の方が情状証人として出廷する可能性はありますと説明した。